スクリューボールコメディ、スクリューボールコメディ、スクリューボールコメディは1930年代初頭から1940年代にかけてハリウッドで盛んに作られたコメディ映画。住む世界が異なる男女のラブロマンス、常識にとらわれない登場人物、テンポの良い、洒落た会は次々に事件が起きる波乱に飛んだ物語などを主な特徴とする。スクリューボールは当時のクリケットや 野球の用語で、スピンがかかりどこへ飛ぶか予測がつかない、ボールを刺し、転じて突飛な行動を取る登場人物が出てくる、映画をこう呼ぶようにな。20世紀初頭のサイレン時には、ラブロマンスは優雅で洗練された古典的な風俗喜劇、コメディはコメディアンが転倒したりパイをぶつけ合ったりする、ことで笑いを誘うドタバタ喜劇として制されることが多かった。 1920年代末期にトーキーが普及して会話によるジョークが可能になったことで新しいコメディ映画への道が開かれる。またアメリカは1929年の株価大暴落を発端とする大不況時代に入り、娯楽への支出を抑制するようになった観客を引きつけるため、ハリウッドでは一時の慰安を確実に提供する作品ジャンルが求められていた。 宣伝された会話劇で最初に人気を集めたのはエルン・ストルビッチ、極楽特急である。この映画は、不豪の未亡人とその財産を狙う男女の泥棒が、主な登場人物で、三人の間のラブロマンスが、テンポの良いやりとりを通じて描かれる。この作品は、翌年のルビッチ、生活の設計、ビクター・フレミング、爆弾の方便になどと並んで、 ダブロマンスとコメディを融合させた新しい映画の登場に道筋をつけたと言われる。多くの映画評論家、研究者によってスクリューボールコメディというジャンルを決定的に登場させたと考えられているのはフランク・キャプラ、ある夜の出来事、1934である。この映画では大富豪の父親から望まぬ結婚を押し付けられることを嫌って家を逃げ出した娘が この家出話をゴシップ記事として売れると睨んだ新聞記者と投資業を共にするうちに恋に落ち映画を制作したコロンビアピクチャーズは小規模の映画会社に過ぎなかったが低予算で作られたこの映画が記録的ヒットとなり翌年のアカデミー賞でも監督賞、男優賞、女優賞などを独する大成功を収めたことからコロンビアは九百三十年代を通じて 同種のスクリューボールコメディを作り続けることになる。またこの映画に現れた身分違いの恋の行方、スピード感あふれる展開、気の強い女性が男と対等の立場で交わす軽妙な会話といった要素はその後も長く模倣され、ハリウッド映画におけるラブロマンスの一つの典型となった。1930年代末からはブロードウェイの劇場でも洒落た。 ラブロマンスが多く作られるようになり、そうした作品の脚本を書いていたプレストン・スタージェスがハリウッドへ進出してキャブラにつくスクリューボールコメディの重要な作り手となった。スタージェスのサリバンの恋1941やレディーブ1941は特に大きな成功を収めた作品である。また同時期に作られたハワード・ホークスの 赤ちゃん教育、1938や、教授と美女、1941、そして後の巨匠ビリー・ワイルダーが脚本を書いたルビッチ、二の地下、1939などもスリューボールコメディの傑作と考えられている。スクリューボールコメディは1930年代半ばから1940年代末までに200本調が制作されたと言われる。 現在のアメリカ映画でスクリューボールを歌う作品が作られることはほとんどないがテンポの良いラブコメディを形容する際に映画批評などでこの言葉が使われることがあるこのジャンルの流星と衰退の原因については研究者の間でも見解が分かれている流星のきっかけと指摘されることがあるのはであるプロダクションコードとは1920年代のハリウッド映画が 犯罪やセックスを描いたことに、正解、宗教団体から批判が強まったため、ハリウッド業界自身が映画表現に様々な留保や禁止を設した自主規制コードのことを指す。このコードが理由で監督はセックスを正面から描けなくなり、恋愛表現を工夫するようになったことが、スクリューボールコメディの誕生を促したのではない、という指摘である。しかし現在の映画研究では、 プロダクションコードは1930年代今つになるまでそれほど強い影響力を持たず映画表現が規制されることもほとんどなかったことが分かっている。1930年代アメリカの社会状況にジャンル誕生の原因を求める立場もある。1929年以降の大不況はハリウッドの制作観光にも大きな影響を及ぼし娯楽性を明確にして 観客を呼び込みやすくする目ジャンルが細分化された。ホラー映画やギャング映画、ミュージカルやメロドラマといった映画の制作が本格化したのもこの時期である。スクリューボールコメディもそうした細分化の結果生まれたジャンルだと考える立場で、現在はこちらを支持する研究が主流になっている。どちらの見方を取るにしても、スクリューボールコメディが作られ始める頃のハリウッド映画で、 女性の描き方、男女関係の表現が、サイレント期の単純な類型化を出して、複雑、繊細になっていたことは確かである。女優の性的な魅力だけを強調する演出も影を、潜め、スクリューボールコメディに登場する多くの女性は、職場などで男性と対等に意見を交わす。こうしたキャラクターを演じるアイリーン・ダンや、バーバラ・スタンウィック、クローデット・コルベールといった新しい女優の登場と、 人気は、アメリカ社会において、女性の社会進出が進んだ、今日で、収入源を増やすため女性が働きに出るようになった、という現実を反映しているとも言われる。1950年代からは、スクリューボールコメディと銘打った作品はあまり作られなく、なる。その重要な構成要素だった、身分違いの恋が、アメリカ社会における、経済格差の進化とともに、 リアリーをもって描きづらくなり、ハリウッドが中3階級内部での恋の駆け引きに焦点を移して、シンプルなラブコメディ、ロマンティックコメディへと解消していったためとも言われる。しかし、アメリカ映画コメディの古典的作品となった、ハワード・ホークス、モンキー・ビジネスや、ビリー・ワイルダー、うるわしのサブリナは、スクリューボールコメディ時代の演出手法やセリフ回しのスピード感を取り入れて作られており、 スクリューボールコメディは多くの研究者からアメリカ映画の基礎を築く重要な役割を果たすと考えられている。後期の作品群はラブコメディ、ロマンティック、コメディとの区別が次第に曖昧になるため、どの作品をスクリューボールコメディと数えるかには論者によって見解が分かれる。英国映画協会は代表作として以下10本を選出している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。